ユン・ソギョル大統領の夫人キム・ゴンヒュージの20年前の写真が公開され、韓国で話題を呼んでいる。セジョン大学のパクユハ教授は去る27日、Facebook で研究夫人に対するジュリー疑惑を言及。その上で、パク教授は偶然、知人の Facebook で研究夫人の2002年写真を見たとし、知人の SNS 投稿をキャプチャして共有した。公開された写真は、日本の写真作家であり東京芸術大学で教授として活動している佐藤寺啓司が投稿したものだ。この写真は2日前、佐藤教授は自身の SNS に2002年、浜田市子ども美術館のご尽力もあって下関プサンソウルまでカメラツアーに行った。その時に随行サポートしてくれた韓国人アーティストたちの一人だったキムさんという女性。何と現大統領夫人との情報。驚き桃の木山椒の木と投稿。また、ケン・キヨット人についてアーティストには違いありませんでしたとコメントした。佐藤教授の投稿をシェアしたパク教授は彼女が97年にジュリーだったならば、5年後にこのような空間でこのような姿で見られなかったはずだと私は確信するとし、この思いがけない縁は、明らかに若い金ケンキが自分の仕事に忠実だったために生まれた縁だ。もうやめよう。恥ずかしくないのかと強調した。一方、アンヘウク元韓国小学校テコンドー連盟会長は昨年12月、ある YouTube チャンネルを通して、1997年5月ソウルカンナムのラマダルネサンスホテルのクラブを訪問した当時にジュリーという芸名を使う金健騎士から接待を受けたと主張。その後、名誉毀損容疑で与党に告発された。アンウジは去る27日午前、ソウルソチョ警察署で初めて聴取を受けた。